の中日の特徴といえばやはり守りのミス。今日も初回オマリーのレフト線への打球を宇野が横にそらし、一塁ランナーパジュレックをホームに返してしまいます。さらに阪神2点リードで迎えた5回にはピッチャー中田のゴロをファースト二村がカーマンプレー、これがツーベースとなり、そして小松がパジュレックにタイムリーを許し3対0とリードを広げられてしまいます。一方打線の方はようやく6回、宇野そして二村が連続ヒットを放ち、これをきっかけにワンアウト満塁と中田を攻めます。ここでピンチヒッター種田の当たりはセンター前へ。まず宇野が帰った後、二村もホームへ突っ込みますが、センター新庄の好返球でタッチアウト。結局この回中日は1点止まりでした。これに対して阪神は8回、新庄が今度はバットでやってくれました。2点タイムリーツーベースヒットを放ち、攻守にわたる活躍で中田にカーラートップに並ぶ9勝目をプレゼントしました。先制した後、ツーアウトランナー3塁でバッター新庄。中日の先発小島の2球目、5号ツーランホームランで3対0とします。2回に1点を追加した阪神に対して中日はその裏、12試合連続ヒットのパウエルを3塁に進め、阪神の先発葛西を攻めます。バッターは中村。中日1点を返します。4対2となって追加点の欲しい阪神は8回再び新庄、中日は4人目の森田。新庄の今日2本目のホームランでダメを押した阪神が5対2で勝ちました。2塁のチャンス、バッター清水。広島の先発は北別府ではなく笹岡でした。記録は勝川のパスボール、ランナーそれぞれ進入します。そして2球目、守備のいい広島にミスが続きました。酒井立浪と帰って中日3対1と逆転、試合は結局8対2で中日が勝ちました。先生となる北別府、その北別府2回、200勝への重圧のためか球が上ずって大砲前原に連続ヒットを打たれます。続く中村、なんと今シーズンこのカード2度目のトリプルプレー、北別府ついています。1対1の同点で迎えた6回、広島はワンアウト一塁二塁として西田、中日の先発はアンダーソン。これで2対1、さらに満塁として山田。広島はこの回一挙4点を入れて5対1とし、北別府を盛り立てました。北別府は8回まで中日打線を1点に抑え、最終回を大野に譲ります。最後のバッターのショートゴロ、北別府は史上22人目の200勝達成です。オールスター前でね、阪神は2回先頭の5番新庄、中日の先発はアンダー。初球高めのストレート、左中間へツーベースヒット、送りバントでワンアウト三塁として7番藤井。これも初球から打って出ます。前進守備のショート右を破り、新庄が先制のホームを踏みます。阪神の先発は中日から3勝の中田浩二、不安定な立ち上がりでしたがバックが助けます。3回亀山スライディングキャッチ、藤のスローイング、立浪の足も及びません。3回に1点を加えた阪神は6回6番に八木、中日2人目山田のシンカーを左中間スタンドへ10号ホームラン。阪神は7回にも1点を入れ4対0とします。先発中田は丁寧なピッチングで中日を2安打に抑え、3年ぶりの完封で初の10勝目。阪神が4対0で後半戦のスタートを白星で飾りました。それでは甲子園球場は好調阪神を応援する5万5000人のファンで超満員です。阪神の先発はここ2試合連続完封の野田。1対0と阪神のリードで迎えた3回、中日はワンアウトで1番パウエル、高めのフォークをマシンで捉えます。6号ソロホームラン、野田の無失点は26イニングスでストップ。
中日同点に追いつきます。一方阪神は5回ツーアウト一塁で3番パトレック、中日の先発は山本正弘。パトレックカーブを振り抜いて三塁線を破るツーベースヒット。和田が一気に帰って2対1です。阪神はさらに6回ツーアウト一塁三塁で9番ピッチャーの野田。山本のストレートにうまく合わせました。浅く守っていた中日外野陣の間を抜ける2点タイムリースリーベース。試合はこのまま阪神が4対1で勝ちました。昨日単独首位に立った阪神、先発葛西が素晴らしい立ち上がりを見せます。1回いきなり2者連続三振に切って取ると、3回まで毎回奪三振の好投ぶり、カーブのコントロールが冴え渡ります。一方中日の先発森田も今季初先発ながら好調な滑り出し、2回には阪神のクリーンアップをことごとくボール球でかわし3者連続三振。試合は両投手の投げ合いになるかと思われました。しかし4回、この回先頭のパウエルが初球打ち、打球はぐんぐん伸びてレフトスタンドへ飛び込む第7号ソロホームラン。パウエルの2試合連続のホームランで中日が先制点を奪います。これで勢いづいた中日、今度は落合が実に21打席ぶりにヒットを放ちます。続く大砲の打球はライトスタンドへ。この第4号ツーランホームランで3対0と中日リードを広げます。3点を追う阪神は4回、この回先頭の亀山が得意のヘッドスライディング、持ち味を生かした内野安打で反撃を開始します。ここでバッターはオマリー。オマリーの打球はセンターオーバーのタイムリーツーベース。阪神が1点を返します。しかし3塁を狙ったオマリーはベースから足が離れてタッチアウト。系列ミスで阪神チャンスを広げることができません。一方中日は5回ツーアウトながら2塁と追加点のチャンス。ここで途中から入った3番長嶋が1・2塁間を破ります。亀山懸命のバックホームも俊足パウエルの前には及びません。中日は7回にも1点を加え5対1とします。その裏阪神はノーアウト2塁1塁のチャンス。しかし八木の当たりは不運にも併殺打となってこの回も無得点。こんなまずい阪神の攻撃にも助けられながら森田がプロ入り初完投勝利、5対1で中日が勝ちました。